八勝寺ナイターボートレース大村本場無観客でお送りしてまいりました開設68周年記念 G1 海の王者決定戦。画面越しからも届く熱い声援を受けて白熱した攻防が展開されてきましたが、いよいよファイナルです。優勝戦目立った動きなく枠なりの作戦行動。1号艇1コースは三重の井口義則。このところ G1 ファイナル1号艇で苦渋を味わう戦いが続きました。この大村で今度こそ勝利の美酒に酔いたい井口。2コース2号艇坂の峰竜太、2020年ただいま年間勝率は 9.02、 そのスケールはまだ計り知れないところにあるようです。3コース3号艇三重は新田裕二。初日初戦前にセット交換の大幅整備をして低調機をチューンアップさせファイナルまで勝ち上がっています。4コースを繰り下げた4号艇大阪木下翔太。どの選手が勝っても大村記念初制覇となりますが、木下翔太は勝てば自身の G1 初優勝。5コース5号艇は埼玉飯島明宏。大村の八勝寺ナイター戦には今回初参戦マスターズ世代さばき注目。そして6コース6号艇大阪田中慎一郎。近況は苦難の道を歩み、その渦中にあってチャンスをものにしてきたこの優勝戦です。第12レースの優勝戦は1番2番3番4番5番6番の体型スタートしていきました。ほぼ横一線でした。1番と2番がスリット後少し覗いていっていますか。まずは1号艇運んでいた井口、3号艇の新田外に2号艇差し、後ろは4番6番ちょっと詰まってしまいましたが、先頭は1号艇の井口がリード。その後に3号艇2号艇と並ぶ、そして5号艇がそれを追って4番手、離れてしまった6号艇4号艇という格好で2マークに向かいます。スタートは前提正常、井口がトップで2マークを返しました。そして2番手争いになりました。3艇も連れて2番3番5番ですが、今並んでいるのは3号艇に行った外は2号艇の峰。峰が直線をかわしながら2周目第1ターンマークに向かっていきます。先頭1号艇の井口、4号艇身のリードを取って今2周1マーク。さあそして3号艇の新田先に運んでいきましたが、しっかりと2号艇の峰は捉えています。先頭から1番2番3番の体型、4番手から5号艇6号艇4号艇の順で2周目の第2ターンマークを迎えます。先頭1号艇の井口義則、追走2号艇の峰竜太、その後3番と5番、少しコーナー手前接近しましたが、ホーム側だいぶ5号艇の飯島前に迫っていきながらレースは最終周回です。さあ井口がトップをひた走ります。昨年1月のガマ氷周年以来およそ1年半ぶり15回目の G1 優勝、通算72回目の優勝に向かって最後の直線コース、追走は2号艇の峰竜太、そして3番手を守る3号艇に新田裕二、暫定進行方5号艇の飯島明宏、5番手6号艇田中慎一郎、最後方4号艇木下翔太です。最終ターンマーク1番2番3番で返してきます。3連単のオッズは 5.5 倍を示しています。第12レース優勝戦、先頭1番井口、1着優勝ゴーリン、2着2番峰、3着3番新田、続いて5番飯島ゴーリン、6番田中ゴーリン、4番木下ゴールインです。